プレミスとことにスカイクロスタワーは、札幌市西区ことにでことに4.2地区台一種市街地、再開発事業により建設した超高層マンション。大手デベロッパーの大和ハウス工業が分譲した。JR ことに駅周辺は1990年代より、再開発が著しく、ザ・札幌タワー、ことにやベルビュータワーことにをはじめとする、高層マンションが複合的に林立する。 再開発の街として注目を浴びた。当該区域であることに4条2丁目はアスベスト工場跡地と木造建築物が点在し土地が低利用な状態であったため再開発により高度利用の促進を図っている。2007年頃に工場が解体されて以降2009年に都市計画が変更され2010年に事業着手した。高さや 規模も計画熟成の中で当初予定より大幅に拡大され、最終的に地上を40階、約135メートルで着工、竣工している。この計画はことに地区で最後となる大規模再開発であり、空中回廊の整備により商業機能や医療機能等とのさらなる一体化を行った。超高層マンションの竣工は2013年10月30日。 11月1日より入居開始。隣接する複合商業施設コルテナ2も含めた事業終了は2014年を予定している。2013年3月6日午前7時過ぎ、本物件の建設現場で作業に取り掛かろうとした作業員の男性が19階から火が出ているのを見つけた。火が出た当時、建設作業は行われておらず、怪我人はいなかった。 建築中であるため通常の高層ビルに設置されているスプリンクラーなどの設備がまだ存在しなかったが、火はおよそ1時間後に消し止められ、3時間後にすべての機材端で問題がないことが消防確認された。室内には作業用のストーブがついていたということで、警察は火事とストーブの関連を含め火の出た原因を調べている。そのため工事は一時中断していたが、 該当貨車の内外装をすべて年入りに交換するなど対応を行い、2013年6月下旬より販売が再開され、2013年10月末に無事完成した。超高層マンションは RC 作り、倉庫数263個で、敷地面積は1128.41平方メートル、総床面積は32,299.98 平方メートルである。西隣のことにハッサム川流域に、町内会会館、S 作り、平屋、総床面積231平方メートルの整備を行い、また、周辺道路を拡幅することで歩行者空間に余裕を持たせる。敷地内には、共同住宅のほかに、商業業務、集会所等の複合棟を設置し、それぞれ JR 琴とに駅北口、南口に、 西ービの空中回路を連続させることで、コルテナ1ことに3.1ビル、伊東洋稼働こと2点を経由して、JR ことに駅まで直結する。複合施設棟コルテナ2は、S 作り、地上3階建て、総床面積12,252平方メートルで、1.2階が商業、業務施設、3階と屋上が駐車場。なお、空中回廊は、 約160メートル追加整備され、全長合計約1キロメートルとなっている。ありがとうございます。